灰原愛、黒の組織の元メンバー、コードネームはシェリー、本名宮野志保。工藤新一が小さくなった薬を開発した張本人、ジンの兄貴にいつも裸の妄想をされている被害者である。このアニメのヒロインは毛利蘭です。なぜならこの人は主人公である工藤新一の恋人だからです。しかしどんなアニメでも得てしてメインヒロインイコール一番人気とは限りません。このアニメについてもメインヒロインを出し抜いて絶対的な人気を獲得しているのがこの灰原愛なのでございます。今回はなぜ彼女がここまで人気があるのか、その謎について迫っていこうと思います。灰原愛が人気な理由その1、めっちゃクール。見た目は子供でも中身は18歳。それもただの子供ではなく、人よりも様々なものを背負っている人生です。そんな彼女はとにかくクール。哀愁漂うこの瞳にファンは心を奪われてしまうわけです。セリフだって超クール。世界を血に染める太陽の断末魔、私はあと何度出会えるかしら、この悲しい色に。ちょっと何言ってるかわかんない。もはやクールっていうよりかはただの中二病のような気もしますが、こういったセリフの言い回しも愛ちゃんの人気の一つであります。愛ちゃんだからこそ許されるセリフなんだと思います。もし仮にこれを光彦が言ってたとしたらどうなるでしょう。世界を血に染める太陽の断末魔、私はあと何度出会えるかしら、この悲しい色に。ね、なんか殴りたくなるでしょう。灰原愛が人気な理由その2、少年探偵団のお母さん的存在。こちらご覧ください。みんなの食べるカレーを台無しにし、愛ちゃんから制裁を食らった源太くんです。源太くん相当反省してるみたいですが、もう一回心を込めて。愛ちゃん厳しい。カレーの材料の買い出しに行ってくると提案するコナンたちに対して、あんたたちに任せるとまた余計なもの買ってくるからでしょう。もう完全にお母さん。普段のクールな愛ちゃんとは違って肝っ玉母さん的立場もまた魅力の一つですよね。危険が迫った時はこうやって真っ先にあゆみちゃんを守ったりもします。毎日たくさんの人が殺されていく米花町で、事件の最前線に立つ少年探偵団が生き残っていられるのも実は愛ちゃんのおかげなのかもしれません。ちなみにこちらの画像、何かに気づいて飛び出すコナン、灰原後を頼むと言い残すコナンに対して、ふう、いってらっしゃい。お前ら夫婦か。灰原愛が人気な理由その3、メールが可愛い。こちらメタボ親父こと赤澤博士にメールを打っている愛ちゃん。愛ちゃんは博士の体が太りすぎていることに心配してくれているんです。そのメールの内容がこちら。絵文字が完全におっさん。なんかもう一周回って可愛い。あとメールに自分の名前を入れてるところがさらにおっさん。灰原愛が人気な理由その4、意外とミーハー。愛ちゃんはビッグ大阪の肥後選手の大ファンです。頭ポンポンされてる時なんてもう完全に恋してる乙女の顔。そんな肥後選手に熱愛報道が浮上したんですが、その時の愛ちゃんの顔がこちら。ショック受けすぎだろ。ちなみにその時の表紙がこれ。負のオーラがやばい。絶望感はすぐに執念へと変わり、心のおっちゃんとタッグを組んで真相を突き止めることに。普段のクールな愛ちゃんのイメージとかなりギャップを感じるこんな一面も愛ちゃんの人気の一つですよね。灰原愛が人気な理由その5、叶わぬ恋心。いつの時代も叶わぬ恋をしているキャラっていうのは応援されがちなもんです。コナンこと工藤新一には毛利蘭という恋人がいます。もちろん愛ちゃんもそのことは知っていますが、それでもコナンに対しては特別な思いを抱いているようです。コナンのことが好きなあゆみちゃん、女の勘が働き愛ちゃんに問い詰めます。ねえ、どうしてそんなにコナン君のこと分かっちゃうの。さあどうしてかしら。もしかしてさ、好きなのコナン君のこと。これに対し愛ちゃんは、だったらどうすると返します。しかしこれはあゆみちゃんへのちょっとした意地悪。愛ちゃんはコナンのことは特に意識はしていないようです。しかし本音はどこにあることやら。灰原愛が人気な理由その6、たまに見せる子供っぽいところ。
愛ちゃん、普段は冗談も言わずあんまり笑うタイプではないんだけど、時々見せる子供っぽい顔も人気の理由の一つです。例えばこちら、おみくじで大吉を引いた時のこのドヤ顔、これは可愛い。コナンもコナンでさ、まるで殺人現場を見たかのようなこの驚きよ。こんな不幸な女に大吉なんてありえないみたいな感じかな。うん、失礼すぎる。こちらは化粧をして気分よくみんなに見せる愛ちゃんとあゆみちゃん。体が小さくなって化粧なんてしたこともなかったでしょうから、江戸川くんにはぜひとも見せたかったんでしょう。だけどさ、化粧をしたあゆみちゃんがなんかオカマっぽいのはここだけの秘密だ。以上、愛ちゃんが人気な理由6選でした。みんなは愛ちゃん派？角派？それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。